グフォートには Linux もしくは Unix 系のシステムにおいてデジタル写真を処理することができるアプリケーションソフトウェアである。画像をカメラ器具から転送するだけでなくカメラによってはアップロード、リモートコントロール、キャプチャ等の機能も使うことができる。グフォートには単なるコマンドラインインターフェースであるため起動にはライブラリーの LibG フォート2を呼び出す必要がある。 グフォートには、クロスプラットフォームのソフトウェアであり、Linux、f r e e b ド、s d ト n e t b s d や、その他ユニックス系の OS において使用できる。リブグフォートにも同様。リブグフォートには、バージョン2.5、7において1891種類のカメラをサポートしている。またグフォートは、画像転送プロトコルをサポートし、リブグフォート2のバージョン2.1、99からは、 メディア転送プロトコルを使うデバイスを接続することもできる。多くのカメラは g フォ o r t によってサポートされていないが Linux においてよくサポートされている USB マスストレージクラスをサポートしている。g フォ o r t は GNU ゼネラルパブリックライセンスの下でリブグ g ォー o r t には GNU レッサー e r General Public において公開されており、それぞれフリーソフトウェアである。 ライブラリーのリブグフォート2を用いることで、他のフロントエンドを作成できる。GTCOM は公式の GUI クライアントであり、他には、KDE プログラムのディジェカムや、GNOME プログラムの GUSAM、シャットウェル、モノをベースとしたカイスポットなどがある。グフォートプロジェクトリブグフォート2、サポーテッドカメラズ。2015年7月1日閲覧。ありがとうございます。